国民民主党玉木雄一郎代表、素晴らしいところもあるんやねー、なんて本当は思っていないけど、夕刊フジザクザク、2019年1月16日、レーダー照射、日本の政治家なら韓国に抗議すべきだ。国民玉木代表、立民枝野代表を猛批判。これぞ左翼の楽しみ方って感じで、高みの見物してるといいわよーっていうネタやね。左翼思想の方、共産主義者って、暴力革命、これ癖になってるんか知らんけど、常に誰か攻撃してくれるんで、見てて楽しい。攻撃されたらたまらんから、された瞬間ガンってやらないと、やられっぱなしになるから、ちょっとおちょくってみるっていうテクニックも必要だと思うねんけど、常に混乱と破壊、これ癖になってるみたいで、観察してると面白いですよ。仲良してんのかなと思ったら突然喧嘩しだして、で、また仲直りして、謝罪しましたとかでやってんのよ。こんな奴らと関わりたくないって避けてても、なんとか巻き込ませようとしてくんねんけど、めんどくさーと思ったら一切口を聞かない。会話をしない。もうね、雑魚に時間使うのもったいないやん。ね、エンドレスに絡んできはるから、無視が一番。楽しいことに時間使いましょうって感じで、すると、他のところで喧嘩始めて、偉いことになってるんですよね。これって、自己批判、トレビ、ボコボコーンの世界なんかな。まあ、余談ですが、NHK の集金人も、私、そいつの仕事に協力してあげる必要なしと思ってるんで、会話してあげないんですよ。困りますとか言われても、私困らへんし、そいつが困ってるの面白いやんっていう考え方なんですけどね。実際契約してないし、左翼とか理不尽なやつに対しては、一切の会話をしないっていうのを徹底すると、仲間が始末していくから面白いでってお伝えしたい。記事行きましょう。韓国海軍の駆逐艦が海上自衛隊の P-1 哨戒機に危険な火器管制用レーダーを照射した問題について、枝野幸男代表を率いる野党第一党立憲民主党の反応がどうも鈍い。だって、枝野幸男って野田佳彦と同じ変なお水の飲み方、お口を隠す韓国式の飲み方してたしな。後から日本人になりはった人なんかもしれんな。知らんけど。かくまる枝野さん、極左やし、韓国側の味方なんやろな。わからんけど。党の公式ツイッターは、昨年12月20日の発生以来、沈黙を続けている。野党は、政権批判だけをしていればいいのか、レーダー照射問題を重視している、国民民主党の玉木雄一郎代表が、激白した。いや、めっちゃおもろい。玉木は怒りを込めてこう語りました。日本の政治家なら、当然韓国政府に強く抗議すべきことだ。黙っているなんて、絶対に許されない。隣国の暴挙を受けて、玉木は発生翌々日、先月の22日、ツイッターで次のように発信しています。レーダー照射は敵に対して行う行為であり、今回の韓国艦の行為は許されざる行為。韓国がなすべきは変な言い訳ではなく、明確な謝罪と関係者の処分だ。極めて真っ当な主張だ。確かにそうやねんけど、なんか玉木雄一郎の言葉として考えると、って感じやねんけどね。だってもともとは同じ民進党、そもそも民主党やしな。一方、立憲民主党の枝野には明確な発言が確認できない。党の公式ツイッターも、沖縄辺野古埋め立て問題や勤労統計の不適切調査問題については発信を繰り返しているが、16日朝時点でレーダー照射問題への言及は見当たらない。あ、そういや、立憲民主党の幹事長って聞かした方やな、チンさん。こうした中、韓国の暴走は続いている。韓国側はレーダー照射を否定しただけでなく、責任転嫁して日本が謝罪しろと逆ギレしている。なんでやねん、もうぶち込んだったらええねんとか思ってしまうやんな。ふざけんな。問題解決のため、レーダーの電波情報を提供し合おうという日本側の提案も拒否した。後ろめたいことがあるからやろな、って感じやな。で、玉木は韓国の態度について、非常に真っ当なことを言っています。でも玉木さんの発言、絶賛する気にならないので割愛いたします。まあ、ここで大切なのは、立憲民主党の玉木雄一郎が、ソフト路線に転向して、今までとんでも残念集団、民主党、民進党の連中と同じ穴の無地なやってんけど、極左の角丸枝野さんに噛みついてるよ。今後の戦いが楽しいね、というご紹介で終わらせていただきます。
支持率 1% やしな、もう、玉木さんどうあがいても無理やし、立憲民主党の枝野代表は極左の角丸派やから、日本国民には論外の政党やと思うねんけど。